今回対戦相手に佐々木選手を指名したのが陸上選手って言ったんですけど、はいはい、本当にあ、まあそうですね、指名したというか僕ってあのマッチメイク組むの得意じゃないですか、はい、なんか面白いんじゃないか、勝負論あるんじゃないか、うん、それはもちろん嬉しいですよね。だからまあ嬉しいとともにやっぱそのプレッシャーももちろんかかるし、あ、やっぱこういう時、今やらなきゃいけない時なんだなっていうのを感じました。うちの若い子をちょっと使ってくださいよ、あの辺とちょっと当ててもらっていいですかみたいな、そういうことでしょっていうのを舐めてるなっていうのが